りの夫、キャストの皆さん、そして監督にお越しいただきました。今一度大きな拍手をお送りください。初日おめでとうございます。僕は監督ですね。監督、はい。中谷さんが口元を押さえてらっしゃる。え、はい、どういうリアクションですかそれ。答えを先に言われてしまった。やっぱりかぶっちゃいました。かぶっちゃいました。いつもは大概田中圭さんと私全く意見が割れるんですね。あまり意見が合わないんですけれども、今日珍しく一緒で。キャラクターでも構いませんし。あ、もう田中さんが準備万端という。すごいアピールしてくるんですけど。やっぱり中谷さん演じた総理かなと。はい。もうあの 大階段を降りてくるところ、もう凄まじく美しくて、まあ、一人先輩がちょっとすごいこちらでアピールされてますけど、中谷さんですかね。思わずうわ綺麗ね。でも漏れちゃいました。私もそうですね。はい。私も見てるよ。はい、そうですね。中谷さんです。本当にすごい綺麗だったよね。すごかったよね。本当にあの神々しく美しくって台本に書いてあるからな、しょうがないから照明いっぱい当ててやったよみたいなことをおっしゃってて、相当努力、なんかご苦労されたみたいです。照明さんとしては私を美しく見せようとして、私というかその凛子を美しく見せるのとてもご苦労されたようです。その改革をしていきたいというその凛子の思いを込めて、少しそのコンサバティブになりすぎないようにということはスタイリストさんと監督とご相談をして、あの、ね、大事に大事にワンシーンワンシーン丁寧に作っていただきました。